トミナモンちゃん、同じ映画何回も見るやつアホ、よろしくお願いします。聞こえた今の？あ、聞こえてる。聞こえた。もし滑ってるんでやり直すけど。ということで今日なんですけど、タイトルにもあるんですけど、いや、すごいですよ。ランボルギーニ、これ10代プレゼント、これガチな、タイトル通りガチなんですよ。やば。これどういうことかというと、ここ2回目なんですよ、来るんです。ちょっと大阪なんですけど、はいはい、以前イベントに来させていただいて、その時の反響が良すぎて、ランボルギーニコラボのこの美顔器なんですけど、はいはい、環境が良すぎて、今日は実際この美顔器の営業をここでやっていこうかなと。今からね、ガチで2時間営業やるんですよ。まあ目標だと10台売れなかった分全部買い取って視聴者プレゼント。ラオさん買い取るんだ。そうなんですよ。で、売れた分でクライアントさんから視聴者プレゼント。だから10台はもう絶対プレゼント確定なんですよ。今見てる視聴者さんも、約20万円相当の、まあ18万ですかね、の美顔器が、今日プレゼント企画ということで。なのでちょっとランボルギーニプレゼントっていうことで、ちょっと車って勘違いしてるやつはもうアンチコメント書いてもらえればいいかなと思います。ということでよろしくお願いします。こちらです。この商品です。もうね、うちの師匠さんはもう皆さん何回も見てるんで知ってると思うんですけど、まあ。で、来るんでしょ。します。こちら。ルーテッド。もう何言ってるか、何言ってるか分かりません、正直ね。はい、プレゼントの詳細はね、動画の中でどこかで言うんで、動画をね、全部きっちり見ていただければと思います。応募していただければと思います。先着じゃないんでね、抽選になりますんで、10名ね。ブースがすごいんですよ、これ見て。上も風船もある。マジでこれすごない？この隣のブースなんかにも、僕が普段使ってるこのパックです。あ、普段使ってるやつですね。使ってる。あ、はいはいはい。これあれですからね、マサヤカツバスさんで教えてもらって、これ誰にも絶対言うな、 SNS 絶対言うなよって言われてんけど、今日言っちゃうわ。マサヤカツバスさんに教えてもらって、これの体験できますんで、よかったら体験したい人。はい、あ、オッケー、あ、一人で体験されますか？はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、やってください。それ誰ですか？あ、僕やるんですか？もうめんどくさいな。今回このランボルギーニさんとコラボさせていただいたこういうモデルなんですけど、4つ効果がありまして、まず1つはですね、まあ、引き締めとかで、あとは、何でしたっけ？もう全部忘れたわ。トリートメントですね。肌をほぐしたりして代謝促進、代謝の促進ですね。で、2つ目はこの引き締め系ですね。 EMS ですね。まあモード4つあるんですよ。美容液導入、4つ目がここじゃなくてここを使って目元のシワとかですね。で、それぞれで美容液、使う美容液若干違いまして、摩擦レス、摩擦がないんですよ。ピッと音鳴ったらこうずらしていくっていう、なんかこういうことしなくていいんで、摩擦にならない。そうです。もう上がってます。もう上がってます。もういきなり上がったということで、ガチっすよね。僕がやるっていうサービスまでついてないんですよ。ご自身で持ってもらって、はい、これこれ押さなくていいです。押さなくていいです。もうそのまま。美容液ちょっと前回もね、それこそ神崎彩さんとかいろんな方やってもらったんですけど、はいはいはい、顔半分だけやってもらって、顔半分やった瞬間半分ほんまに変わんねん。大げさにもう整形やったみたいに変わんねん。へー。前回の動画でもそのまま映像に残ってるんですけど、それ見てもらえばと思うんですけど、上がってますよ。あー、違うわ。違う。これ両方ちゃんとやって帰らなくて、片一歩だけやって帰ったらね、はい、両方やってください。どこにいらっしゃいますか？あ、ラフさん、僕も探してるんですね。何してるんですか？まだ始まったばっかり。始まったばっか。何がその仕方ないやんか。その社内営業してるんですよ。社内営業。もうこれで今会社の士気温めました。士気だいぶ上がりましたから、これをやってから営業しないと、うん、そんなすぐ売ってください。そんな売れません、売れません。社員の士気を上げてからですよ。今ちゃんとファンサービスしてます。下行こうか。女の子とイチャイチャしてる。イチャイチャしてないですよ。ちょっと確かに可愛いタイプやったけど、今の今の中で無料体験できますんで、はい、写真撮りたい。はい、写真100万円なんですよ。1枚高い。握手で、握手。握手10万円なんですよ。10万円です、握手。ちょっと早速最初のお客様が購入ということで。え、マジ？マジ。ありがとうございます。ちゃんと書いてあるやん。個人情報写しちゃって。実際使ってみてどうでした？これ初めてですね、使っていただくの。やっぱりすぐ効果は出ました。出たと思います。出ました。普段は他の美顔器も使ってるってことですよね。はい、使ってます。本当すいません、使っております。1人目のお客様でいきなりですよ、本当に。すごいですね。はい。許されるならチューしたいわ。ランボルギーニ、ボッカなんですよ。実は日本で販売してないんですよ、まだ。見やすいです、ほんまに。うまいですね。そうなんですよ。
はい、じゃあこんにちは。こんにちはね。後でハグしましょうね。実際ね、あんな感じ体験してるで、これいいのがこのエコルテ、はい、この辺も全部できるんですよ。へー、その引き締めとかなんで、はいはい、じゃあ1台買おうか。今1台買うかってことが聞こえます。とんでもないお金持ちの方。買う買う。今日は、ね、特別価格なんで。いくらですか？118,800円。じゃあ買う買う買う。はい、どうぞ。うわうわうわ、すごいな。あ、そうですね。金の匂いする。金の匂いする。ありがとうございました。先ほどのお客様が、はいはい、どうですか？全然違う。全然違うんですよ。デコルテもできるんですよ。デコルテやるときだけ呼んでください。僕やりますんで。何でしょう。デコルテだけ僕呼んでくださいね。これ営業マン全員言っとかなかも。デコルテだけ俺やっとこう。すごい、やっぱ売れるもんですね、やっぱりね。すごいっすよ、マジで。エステもちろん通うもいいんですよ。そういうのもいろいろいいんですけど、エステ通っても、いいじゃ一回何万って話じゃないですか、はいはい。で、それ何回も何回も通うでしょ。10万、20万で買えるときは、ね、結果安いんですよ。はい、はい、確かに。まあ、そういうことなんですよね。さっき目が合った気がしました。絶対気のせい、気のせいです。さっき目が合った気がしたり写真撮りに来たんですって。気のせいです、それ。兄弟ですか？はい。兄弟、ほんとだ。俺、兄弟するんすか？なんか好きなんです、そういうの。できるんですけど、そのなんか導入とか引き締めとか、目元だけやるときここにとか、片側だけやっていただきたいんですよ。最初に目つぶってください。この辺もお願いします。この辺も結構しっかりいくと思います。はい、結構ありがとうございます。すいません、一旦僕失礼しますんで、片側だけやってください。上げていきます。あ、ちょっと上がったということで、はい、実感はされました。やっぱり実感はしました。ほうれい線だったらそっち側のことに。そうだ、ね、めっちゃ若いっすよ。何歳ですか？23。若っ。23が美顔器使うなよ。お買い上げっていうことでいいんですか？はい、いいんですか？うわ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 、やば。サインかわいい。いや、でもそれでラファエルって書いてあるんですよ。すげー、はい、普段サインするとき僕書かないんですよ。いつもマネージャーが書くんで。これも珍しいです、僕は直筆は。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、ご対応します。またお願いします。ありがとうございます。これ専門的用語なんですけど、1コマ2コマって畳1畳2畳みたいなもんで、これは12、3コマ使ってるんですよ。でかいっすね。こんなに使ってるブースないんですよ。それでこんなにお客様いっぱいですから、はいはい、いやすごいよね。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。この量見てくれよ、お前入れすぎやな。前回どっちかに注意したような入れすぎやって、同じやつやろって、お前。アホでいいよね、これ。クリニックの受付でちょっと待ち合わせ、飲むときの水の量でしょ、これ。飲んだ。いや、ありがとうございます、本当に。ちょっとじゃあ、サインだけ。はい、お願いします。ボッカね。なんで今、ボッカ出されたの？どっち打ったらいいの？ビガンキ、ボッカどっち打んの？写真だけせっかくなんで、いいですか？はい、すみません。あ、よく言われます。あいつ俺にホッカ飲ませなかった。お前酒臭い営業マンから誰が前商品買うねん。今1000万の美顔器11万で売ってます。今1000万、1個1000万の美顔器11万で売ってます。すごいメイドみたいな気だな。メイドみたいな。じゃあまたラップします。ちょっと二人、ダンサーのファンで。ぜひ、ぜひ、めちゃファンで。あ、今日はあの男気で、ぜひ、美顔器を。え？1台。マジですか？うわ、ありがとうございます。ぜひ、サインを。あ、サインいただいてもいいですか？じゃあ、こちらの娘です。すいません。全然ファンの方、もう置いといていきます。戻ってきます。いつも見させていただいて。どういうのをちなみに見てが好きですか？例えば何系とか。一番最初好きだった車、ランボルギーニの。あ、ナンパとかそういう系です。はいはい、最初入らせていただいて。ありがとうございます。アスカキララちゃんとかの。あ、アスカキララさんね。あと港区女子とか。はい、やってましたね。ただのエロいおっさんやん。エロいのを面白く出してもらえるんで。ありがとうございます。まあ嬉しいですね。いや、こんな方に言っていただけ嬉しいですよ、本当に。ありがとうございます。すみません。ありがとうございます。すみません、何か聞くことないですか？間違うね、ごめんなさい。メンタルラバーのアベノの方の看板をしてもらってる。綺麗な方ですね。
すごい、もう体験ブース、またすぐ全部埋まったわ。一瞬ですよ。一瞬で埋まったわ、ほんまに、はいはい、すごいな。どのぐらい一瞬かって言ったら、俺のその DV でさ、別れた親父がさ、借金返したけどさ、利子さ、すぐまた借金が来んねん。そのぐらい一瞬。ありがとうございます。すいません、本当にお願いします。一旦失礼します。すいません。え、一発っすか。一発四台来ました。一発四台来ました。マジっすか。お店かなんかやってるってことですか。はい、自分でサロン。あ、サロンをやっていただいて。あ、なるほどですね。ちょっと物を読んでください。すいません。あ、どうぞ。よいしょ。はい、いらっしゃって。すごいですね。もうなんか借金にハマる人みたいですね。ね、あ、何なんか来ます。はい、すいません、ありがとうございます。もろもろ手続きしますんで、すいません、ありますめっちゃ売れたんじゃないですか。いや、ほんまに売れた。だってこれ発送待ちとかだからね。もろもろ10台以上並んでたでしょ、ね、いや、すいません、ありがとうございます。ちょっと行ってきます。すいません、すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。もう売れたから写真とかどうでもやろ。すいません。これでも視聴者さんに10台プレゼントですからね。そうですね。まあ、キーワードうんぬんかんなまで動画概要欄載せておきますから、動画概要欄ちょっと見ていただければ。こんな時間経ってるんですからね、まだ。いや、ほんまに今日、いや、今日ほんまに撮影もしてたけど、まあ、1時間か。まあ、1時間ぐらい。はい、撮りました、撮りました、撮りました。はい、撮りました。ありがとうございます。こんなファンおんのに。あ、そうそう。100万再生言ってるよな、この感じが。な、おかしいよな。なんか来たぞ、なんか来たぞ。なんか来たぞ。お久しぶりです。スライドコラボさせていただいて、僕服装めちゃくちゃ変わって評判めっちゃいいですよ、ほんまに。え、マジっすか。それ聞きたかった。学習しに行こうかな。学習してもらって行こうかなと思って。相変わらずイケメンやな、ほんまに。コラボさせていただいて、そこから服装がガラッと変わって、最近なんか俺本気出してみたら嘘ついてんねんけど、全部選んでもらってんねん。すいません、なんか噂でもう1台買うって聞いたんですけど、飛んできました、今それで。そうなんですよ。そんなことあるんですか。すいません、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということで、まだね、もうやっと1時間経ったかどうかぐらいなんですけど、まだ2時間経ってないんですけど、目標の10台行きました。で、一応ね、お約束通りですね、10台そのまま、クライアント様からですね、視聴者様にプレゼントということで、募集要項は動画概要欄見てください。撮影してる枚数の並び方からしてたら、隣のブースの、俺の方並んでた。いや、並んでたっすね。絶対並んでたから。めっちゃ人気あるっすよ。やっぱ再生数の桁違うんじゃないかな。運営側が見えてる桁が。いやいや、良かったですね。まあ、奈良さんのボケ、まあ、全然伝わってなかったっすよ、女の子。めっちゃおもんないやつと思われてたな。まあ、こんな感じで、引き続きね、僕もこのシリーズ3本目ですから、車とか美容系とか、まあ、ギャンブルとか、まあ、そっち系結構多いですから最近。いや、本当にね、こんなにね、やっぱ視聴者さんにね、人気だと思わなかったですよ。この美顔器やっぱそもそもすごいっていうのもありますし。無料、無料。いや、アホか。アホや。アルバイトこれ、そんなもん。なんじゃこれ。ちょっと仲良くなってるやんけ。いや、飲まへんで、ほんまに飲まへんで。いや、ストローいらんで、お前もアホか。